発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーのカズキです。本日は、発達女子の障害年収低すぎる問題ということについてお話しいたします。僕ら、ADHD やアスペルガー、ASD、学習障害なんていうのを持っていますと、仕事なんかですごい苦労しますよね。ただでさえ仕事が続かないとか、環境がね、悪くて、辛い思いをするなんてことがある上に、男性と同じような仕事をしているにもかかわらず、なぜか賃金が低い、障害年収が低いってことになっているのが事実なんですね。まあこれは一種の社会の闇かもしれませんけども、特に発達障害を持っている方というのはこの被害というかね、影響を受けやすいので、今回はなぜ発達女子は障害年収が低くなってしまいがちなのかという理由とその対策についてお話しいたします。この動画見てくださいましたら、あなたのね、人生というのがより生きやすくなったりとか、まあ、収入が上がっていくきっかけというのをつかめますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、発達女子の障害年収が低すぎる問題、これ理由一つ目が職種の違いということです。どうしても男性だからできる仕事とか受かりやすい仕事っていうのと、女性が受かりやすい仕事って結構違いますよね。例えば女性だったら、まあ、受付とか事務とかでね、多いイメージありますけども、逆に営業職って言ってね、お金をよりもらいやすいお仕事なんかだと男性が多かったりします。表向きでは男女平等で行こうっていうね、話はありますけれども、実際、まあ、お給料が高い、まあ、職種によっては女性がこう入りにくいっていうのが事実だったりもします。もちろんフリーランスとかでしたら、もうそこら辺は自由ですから、やりたいものをやったらいいとは思うんですけども、もういきなりね、それを私たちができるわけではないですし、まずは高校とか大学卒業したら就職しようというふうにはなりますから、年収に差が出てきてしまうということがあります。そして2つ目が体力の差です。もう極端な話をしちゃえば、長く残業すればするほど残業代高くもらえますよね。でもまあ、やはり男性と女性では体力の差ってやっぱり結構ありますし、無理しすぎてしまうと体調崩してしまって働けなくなってしまうっていうことがありますから、まあ女性の方は無理はなかなかできないと。片や一方、もうずっとスポーツやってみましたみたいなね、体育会系の男性がもうずっと残業してバリバリ働いてるってなったら、まあそれは純粋に時間も長いですから、お給料も高いですし、その仕事に携わる時間というのが長ければ長いほど、まあ、知識やスキルっていうのは身につきますから、まあ、出世なんていうのもしやすいですよね。そういった、まあ、物理的生物的な観点から、職種によってはどうしても月収であるとか年収というのが男性より低いってことが結構あります。特に発達障害を持った女性というのは、繊細だったりとか、まあ、体が結構弱かったりとか、あと感覚過敏でね、本当にこうオフィスにいることも辛い、出勤して満員電車の中にいるのも辛いっていうね、そこでもう心が折れてしまうって方もいらっしゃいますから、なかなか難しいものです。まあ、最近だったらね、リモートとかでだいぶ働きやすくはなりましたけども、ね、全ての仕事がね、それできるわけじゃないから難しいですよね。そして3つ目の理由というのが体調の変動ということですね。まあ、体力に近いものがありますけども、やはり女性というのはどうしても体調がね、こう上がったり下がったりしやすいですよね。特に月経なんてのがありますから、もう1ヶ月ね、常にパフォーマンスを一定に保つっていうのは、まあ難しいですよね。てか、まあ無理はしないでほしいですし、むっしちゃいけないですよ。それに比べて、まあ男性でしたら、結構体頑丈だったりもしますし、ちょっとぐらい無理が効くとっていうのも結構あるんですよね。もちろん、職種によっては、女性の方が向いてる仕事とか、女性でしかできない仕事なんてのもたくさんありますけれども、皆さんが一般的にイメージされる総合職であるとか、無理が必要な仕事、というのがまだまだこの世の中多いですので、どうしてもそこにつけない女性というのは年収が下がってしまいます。そして4つ目というのが古い考えということですね。まあ、これが今日お話する中で一番ひどいですよね。まあおじさんとかがね、女性だからって言ってね、そういった、まあ、差別とまでは言わないかもしれませんけどもね、そういった男びいきな、まあ、世の中、会社、社風なんていうところはまだまだあります。特に社長とか
染めてる人がおじさんのところであればあるほどやっぱりそういう傾向あります。同一労働同一賃金なんて言われたのは最近のことで、同じ仕事をしているにもかかわらず賃金が低いなんてことも事実としてまあありますので、やっぱりどうしてもね、年収ってのは下がってしまいます。でなおかつ発達持ってる僕らっていうのは、そういう考えであるとか感情って目線みたいなのに結構弱かったりしますよね。女なんてみたいなことを思っている上司がいたら、まあそういう人とうまくやっていくこと難しいですから、まあ反発するか心折れるかの二者択一で、結局まあ仕事辞めるとか、トラブルになって辞めるみたいな、もう結局ね辞めるみたいなことになってしまうので、まあ、そうすると長く勤められなければ生涯年収っていうのも下がってしまいますし、転職なんてのも難しくなってしまうわけです。そして5つ目の理由が出産や育児ですね。まあ、これは避けがたい問題ではありますけども、まあ、育児だったらね、最近だったら男性なんかが育休取れるような制度はできていますし、まあその会社としてそれが取れるかどうか別として、まあね、全然主婦って言ってね、男性が仕事を辞めて家庭に入るなんてこと最近はありますから、もうぜひね、まあ家庭によってはそういう選択はありなんですけれども、どうしても出産というのは女性にしかできないことですよね。でそうなるとどうしてもその分休まなければいけないってことがありましたから、年収はそりゃ下がってしまうわけです。アメリカなんかですとね、出産した翌日に女性は仕事に復帰するみたいなことを聞きますけども、日本人かつ発達障害の僕らそんな頑丈じゃないので実質そんな無理じゃないですか。そうなるとどうしても物理的にお給料というのが下がってしまいます。で仮にまあパートナー別にいらないですと、出産したくもありませんと、子供あんま好きじゃないです、家庭に入るとか興味ないですという方だったとしても、6つ目周りの目っていうのが結構気になっちゃうんですよね。やれ結婚しないのかとかね、家庭に入らないのかみたいなね、今そんなこと言ったらもう確実にセクハラでアウトなんですけども、じゃあそれを実際セクハラで訴えられるかって言ったら、それはそれでまた難しい話ですし、それこそ代わりに男性に育児休暇入ってもらおうって言っても、え、あなたが育児しないのみたいなこと言うおじさん、まあ普通にいますよね。空気を読めないなんてね、僕ら発達障害持ってる人というのは言われること多いですけども、実はそれ半分嘘で、結構必要以上に空気を読んでしまいます。だからこそ辞めた方がいいのかな、転職した方がいいのかな、家庭に入った方がいいのかななんて言って、物理的に働く時間が減ってしまい、どうしても収入が減ってしまうと。でそれだけならまだしも、女性だからという理由でお給料に差なんてことがある会社もまだまだありますので、正直生きづらいですよね。ただでさえ発達障害で、ね、長く仕事を務めること難しいのに、人間関係でもうまくいかなくて転職を、ね、繰り返していて、ね、お給料なかなか上がらないのに、さらになおかつ仕事もしづらい世の中だと、男が有利だとか女は恵まれているとかっていろんな意見ありますが、やっぱり苦労することも事実ですので、もし年収であるとかお給料をたくさんもらいたいと考えるのでしたら、対策ということが必要になってきます。もちろんね、世の中がね、そういうふうに女性にも優しいような制度であるとか環境整うのを待つのいいんですけども、待っててもいつ変わるかも分かんないし、ちょっと頼りにならないですよね。なんか自分で何とかした方が確実に早いっていうのもありますので、じゃあ具体的にどうすれば自分たちのお給料を上げられるのかというね、方法であるとか働き方というのを公式 LINE でお話しいたします。こちら見ていただけましたら、着実に収入を上げる方法ってのが分かりますので、ぜひ参考にしていてください。ただせっかくねここまでご覧になっていただいたので、そのポイントっていうのを一つだけお話しさせていただきます。これもう一番手っ取り早い方法というのが資格試験を受けるってことですね。まあ基本的に僕こちらの動画でお話ししたように、無目的に資格を取ることというのは反対なんですが、この資格を取ったら月収がこれだけ上がりますという評価基準があったり、社内に昇格試験みたいなのがあったら、もしぜひそれは受けてほしいです。これなんでチャレンジした方がいいかというと、評価基準が明確ですよね。この資格取ったら収入が上がる、分かりやすい。よく古い会社であるのが、頑張ったら昇給してあげるよみたいなやつ、ね、結果出したらって何みたいな、営業職でなくて接客業で結果出すってなんやねんみたいな
ことが結構あったりするんですね。で、なんか社員のケツ叩いてモチベーションだけ上げさせて、昇給は実際しないみたいなね、お前はまだまだ頑張っていないみたいなね、意味は分かんないこと言うおじさんとか結構多いんですけど、これをやったらこれだけ上がるというものがありましたら、それはぜひチャレンジしていってください。そうしたら、まあ自分のモチベーションにも結構つながりやすいですし、具体的に月収とか年収っていうのを上げることができます。できるかできないのか、自信があるなしというのは、まあ先に考えることじゃないですよね。まずやろうって決めて、まあ、チャレンジしてうまくいかなかったのであれば、また対策を打てばいいだけですので、まあ、やったもん勝ちです。ただこれちょっと一つだけ問題があるんですね。そもそも、その業種であるとか会社に長く勤めている予定がないのであれば、ちょっとしんどかったりします。例えば、これから先ずっと介護職やっていきますとか、ね、この会社で介護福祉士取ったら、月給が5000円上がるみたいなね、決まってたらすごいシンプルな話ですよね。そのために勉強したらいいわけですから。ただ、介護しんどいなみたいな、やめたいなみたいな、でこのね施設にずっといる予定もないなみたいな状態だったら、まあ取って勉強してもいいけれど、その間に自分が本来したかったね仕事の勉強した方がいいんじゃねえなんて思ってしまいますので、もし長くねその会社とか業種勤めてるのであればいいんですけども、どの資格を挑むのかとか、どの勉強をするのかっていうのは、ぜひちょっと慎重に考えていただければと思います。やっぱりね、1日2日勉強したら取れるもんじゃないですからね。そのために時間や労力、お金っていうのを費やすと思います。まあお金とかっていうのはね、後からいくらでも挽回できますけども、時間って絶対返ってこないじゃないですか。で、20代、30代、40代の今日という日というのは、もう今日しかありません。ああ、去年 TikTok 見て無駄にした100時間、なんとか今使えねえかなとかでできないじゃないですか。なのでね、今という時間を、まあ、前提として大切にしていただきつつ、何を勉強するのかというのは考えていてください。そして具体的によりお金を上げるためにはどうすればいいのか。もう5000円なんて別に興味ないです。てかむしろ会社に長く勤めていくことも難しいから、どういう働き方をすれば自分の人生がより豊かになりお金も稼げるようになるのかというのはですね、公式 LINE で続きお話しいたします。動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード働き方というのを入れていただきますと、あなたが生涯年収を上げていく方法というのをお話ししていますので、ぜひ参考にしていってください。まあ本気の方だけね、見ていただければと思います。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの方がこの動画を見て幸せになれますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ただでさえ辛い世の中、生まれ持った性別で生きづらいなんてこと、ちょっとしんどいじゃないですか。ただ、あなたはこれからいくらでも幸せになることができます。人生は逆転は可能。だからこそ、コツコツできることというのをやっていきましょう。まあ、そのためにね、まず続きを見て知識を入れていってください。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、かずきでした。